この動画では、東海道線の終点である神戸駅の深夜の雰囲気を楽しむことができます。4K 画質で撮影しているので、臨場感あふれる動画をお楽しみいただけます。南幸則の代名詞である終点観測シリーズ。今回は、鉄道開業150周年に便乗した特別企画として、東海道線の終点、神戸駅からお送りします。先週公開した東海道線、鉄道昇華の旅の最後で、神戸駅の最終列車のカットがあったので、もしかしたらと思っていた方もいるのではないでしょうか。現在の東海道線の起点は東京、そして終点は神戸。東京駅は過去にやっているので、今回は神戸駅ということです。また、今回は、私と共に、ひかりさんが実況を行います。横芝ひかりです。よろしくお願いします。さて深夜の神戸駅。レトロモダンの北側に対し、南側は近代的な作り。北側は北側で、東京駅に負けず劣らずの重厚な作りだね。駅構内も、柱に、レンガ調の装飾が施されています。なんか、戦前のおしゃれな洋館みたいな佇まいだね。現在の駅舎は1930年の完成で、近代化遺産に指定されています。東京駅もいいけど、神戸駅の西洋混じりな感じもおしゃれだね。ホームに上がります。神戸駅は新幹線が乗り入れていないので、大動脈である東海道線の終点、そして、さらに、西は、九州へ伸びる山陽本線の起点でありながら、三面五線に、引き上げ線と規模は小さめ。23時23分発、快速姫路行き。福福線区間は快速で、明石からは普通に変わります。関東で言えば、京阪神観光線が、京浜東北線、快速が、東海道線の普通、新快速が快速アクティに相当するのではないでしょうか。それはそうと、列車の光が見えるのに、なかなか列車が来ないぞ。JR 西日本は、ハイビームが基本なので、一見して、近くにいるように見えて、実はまだ思うほど駅に近づいてない、感覚になります。東日本は夜間でもロービームなので、その感覚の違いから、来る違和感ではないでしょうか。混んでるっちゃ混んでるけど、東京ほどの混雑ではないな。東京ではロングシートでもカツカツなのに、場所を取るクロスシートでも余裕があるあたり、関西といえど地方なんだな、って思います。まあ、これから最終に向かって、どんどん激しくなりそうだけどね。続いては23時27分発、新快速姫路行き。ホームにマンションの駐車場みたいなゲートが設置されているね。西日本の場合、多彩な土合地に対応するために、昇降バー式のホームドアが広く導入されています。ドアというよりもんだな。関東では見ないかも。JR の成田空港と空港第2ビルはこのタイプです。ところで、車両の正面にカバーみたいのがあるけど、あれは何だろう？転落防止策です。かつて、先頭車同士の連結部に人が転落し、そのまま列車に跳ねられて死亡した事故があったため、対策として JR 西日本が設計した、ほぼ全ての普通列車用の電車に設置されています。この門みたいなホームドアといい、車両の転落防止策といい、JR 西日本は、そこまで安全に痺れを効かせているんだな。まあ、悪いことではないですよね。大阪、東京方面ホームに移ります。ちょうど、2番線には通過列車が来るようですね。向こうの暗いホームが1番線？そうです。平日朝の大阪方面に向かう快速列車だけが使用する臨時ホームですが、かつては、東京方面への長距離列車が使用していたとか。そして貨物列車が通過します。夜の東海道は、昼間と打って変わって、貨物列車がバンバン走ります。線路のメンテナンスはどうしているの？一定の時間、列車の間が開く時間帯が設定されていて、その間に行います。東海道線などの大幹線の場合、
上下線の間にタイガーロープと言われるロープ柵を渡していますが、あれがあることにより、下り線がメンテナンスしていても上り、列車は運行ができるようになっています。発車した列車は、23時29分発、普通西明石行き。花店、雪が7両で参ります。3番乗り場をお待ちください。普通列車、花店行きです。根本町、三宮灘、前橋方面をお越しのお客様、こちらの列車ご利用ください。変わって23時31分発。普通花店行きが到着。尼崎からは JR 東西線に入り、京橋からは学研都市線に入る最後の列車です。また、JR 東西線と学研都市線でも、この列車が最後を走る列車になります。放出と書いて花店って読むのか。初見では絶対に読めませんよね。続いては23時32分発、新快速京都行き。京都行きの最終列車になります。JR 京都線内の新快速通過駅へは、大阪と高槻で、それぞれ普通に乗り換えることができるため、実質 JR 京都線各駅への最終列車にもなります。なんで、わざわざ JR をつけるの？ JR 西日本の関西圏では、東海道本線や山陽本線といった正式名称ではなく、JR 西日本で独自に設定した愛称で案内しているんですが、京都線や神戸線だと、他社の路線とごっちゃになるので、JR をつけているようです。なお、JR 東西線については、これが正式名称で、JR で、唯一、ローマ字のつく路線名になっています。首都圏だったら、上の東京ラインとか湘南新宿ラインをイメージすればいいのかな。JR 東日本だと、宇都宮線みたいな感じですかね。次の列車が23時47分。結構間が空くな。神戸から大阪方面に帰る人はあまりいないんでしょうね。こちらが一番線ホームへの通路です。使用頻度が低いため、エスカレーターやエレベーターは設置されていません。23時36分発、普通西明石行き。大阪方面とは対照的に、西明石方面はバンバン走っています。どうして？西明石には車庫があるので、車両を車庫に戻すのを兼ねて西明石まで走っていきます。関東なら、例えば、京浜東北線の大宮に車庫があるから大宮駅ばかり走る感覚でしょうが、実際には、大宮に京浜東北線の車庫はありません。なんか、一つだけ青くライトアップされている建物があるね。あれがハーバーランドですね。そして、こちらが、東海道本線と山陽本線の境界。東京駅から、589キロ340メートル続いた線路は、新たに九州へ伸びる山陽本線に代わって、またゼロからカウントされていきます。23時43分発、快速姫路行き。この列車は10両編成です。新快速は12両、普通は7両で揃えられていますが、快速は編成両数がバラエティに富んでいて、中には普通よりも短い6両のこともあります。23時47分発、新快速姫路行き。
23時47分発、普通大阪行き。ありそうでない。普通、大阪行きは、1日に3本しかありません。京浜東北線も、東京駅で終点になるのはないからね。上野行きならあるんですけどね。この列車、3VF 装置を更新していない編成だったので、ぜひ、東京では、馴染みのないサウンドをお楽しみください。それにしても、終電の時間が迫っているのに静かだね。神戸の場合、どちらかというと、二つ隣の三宮の方が栄えてますからね。23時49分発、普通西明石行き。列車が来る時に流れるこの音楽、なんかいいね。神戸線の象徴とも言える、さざ波という曲。瀬戸内海と神戸の街をイメージした曲は、人気が高いです。5番線は貨物列車の通過です。神戸駅のすぐ西側に、急カーブがあるので、速度を落として通過します。反対側2番線側も貨物列車が通過します。先頭に立つのは、サメの愛称を持つ EF66 型100番台。純国鉄型の0番台の人気とは裏腹に、JR 貨物が設計した100番台は今一つ。でも、民営化間もない頃の技術革新の過渡期に生まれた100番台にも、独特の味があるのではないでしょうか。23時56分発、普通西明石行き。未更新車と更新車の混結ですね。大阪方面は残り1本となりました。都市とはいえ、案外早じまいなんだな。近年働き方改革の波は、JR 西日本でも例外はなく、2021年3月に終電繰り上げが実施されました。東日本でも、ちょうど同じ時期に終電繰り上げしたね。作業量は変わらないのに、働き手だけが減少しているので、避けて通れぬ道だったんですね。0時5分発、普通大阪行き。本日の東海道線、JR 神戸線上りの最終列車です。最終列車ではあるけど、東京みたいな乗れるか乗れないかの緊迫感は全くないね。ホーム変わって、こちらは0時7分発、快速姫路行き。
西明石から先、新快速が通過する各駅へは、この列車が最終となります。また、0時8分発の新快速姫路行きも到着。姫路行きの最終列車となります。東京と比べると全然混んでないね。中央線なら新宿で乗れるか乗れないかの瀬戸際が日常なのに。こうして見ると、東京が異常なんでしょうね。先に快速が発車し、少し遅れて新快速が発車します。さて、3番線ホームからの列車は終了したんですが。ですが。そろそろサンライズエクスプレスが来るはずなんですが、来ないですね。サンライズエクスプレスって、今国内で唯一残った寝台特急だよね。神戸は止まらないんだ。神戸ではなく、三宮に止まります。仮にも、政令市の指名を取った駅なのに、その地位は、三宮の方が上です。その点が、神戸駅の残念なところですね。5番線は貨物列車が通過します。15分発、普通西明石行き。向こうのホーム。通過列車が来るみたいだよ。サンライズエクスプレスですね。10分ほど遅れての通過です。さすがにもう寝ている人の方が多いのかな。それなりのカーテンが閉じているので、寝ている人も多いでしょうが、この先三宮と大阪に停車するので、そこそこ起きている乗客も多そうですね。大阪とか泊まるなら、大阪観光してこれで帰るのも良さそうだな。18分発、新快速西明石行き。本日最後の新快速です。降りる人の方が多いな。そうですね。神戸って都市のイメージがありますが、大阪のベッドタウン的な一面も垣間見えますね。少しして貨物列車が通過します。今まで貨物列車何本も通過したけど、どの列車も結構長いな。やはり太平洋ベルト地帯を横断する貨物列車はそれなりに需要が高いからですね。最長で
26両の貨車を牽引します。26両、旅客列車ではありえない数字がね。機関車込みで長さは約540メートル。これを機関車1両で牽引してしまうんですから、機関車の凄さを実感させられます。0時33分発、普通西明石行き。ちょっと心なしか混んでないか。今までと比べると立ち客が結構多い印象ですね。それでも待合室やホームにはほとんど人の姿がありません。今日もね、嘘でしご利用いただきましてありがとうございます。山乗り場明石西山市方面最終電車のご案内いたします。次4番乗り場に参ります。電車は0時46分発、普通電車の西明石行きです。本日の樽に舞子、明石、西明石方面の最終電車でございます。もう終電が発車したかのごとく人がいない。これが本当に100万都市の駅だなんて。東の浅草、西の新海地なんて言われたほど栄えた新海地が近いにもかかわらずですね。むしろ三宮がどうなのか気になってくるね。その辺は何かの機会にでも。でも列車が来る頃にはそれなりに乗客がいるね。やはり人はギリギリまで楽しむんでしょうね。終電は混むんじゃなくて終電だから混むんでしょうね。0時46分発、普通西明石行き。本日の山陽本線 JR 神戸線下りの最終列車で、神戸駅から発車する最後の列車です。これで神戸駅から発車する列車は全部おしまいだね。ですね。改札へ行きましょう。この後は駅構内の点検をしてシャッター閉めて駅員は仮眠に入ります。朝から働いているんでしょ。そらちゃんも駅での勤務経験あるみたいだけど、ほんとよくそんな働き方できたね。体が慣れれば案外どうってことないですよ。二度とやりたくないですけど。ということで今回は神戸駅の終電観測をご覧に入れました。神戸じゃなくて大阪が見たいなんて声も聞こえてきそうですが、実は大阪駅でも東海道線に限り撮影しています。ただ、首都圏以外の動画が連続してしまうと、新規の視聴者が困惑しそうなので、タイミングを見て首都圏以外の動画を出しても許されそうな時期に公開します。今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回は関西の動画でしたが、普段は首都圏の鉄道をはじめとした交通関係の動画を扱っています。また、ご覧の第2、3、4チャンネルも合わせてよろしくお願いします。動画の公開予定は、今、ご覧の第1チャンネルのコミュニティ欄、または南幸則のツイッターで告知しています。高評価、コメント大歓迎です。それではまた、次回の動画でお目にかかりましょう。